こんにちは、ネモです。パワパラフリーやっていきます。今回は、バトルスタジアム最終日の雑談と、あとは、皆さんに、まあ、残念なお知らせをしようかなと思っております。で、バトスタの方なんですけど、実は僕、走ってます。今回、142位につけてまして、で、最終目標が、ランキングの500位を狙っていこうかなと思います。で、走るつもりなかったんですけど、夜中にですね、まあ、仲良くしている方の生放送を見てまして、で、その時に、こう、雑談してるだけで手元がお留守だな、もったいないなっていうのと、あとは、ものすごい上位、まあ、10位以内に入られている方が何人もいたので、触発されまして、普通に走りました。その結果、今、500位を狙える位置にいます。で、500位まで行くと、PSR のロディ、そして SR の大丈夫博士像と結構報酬も豪華ですというところで、まあ、ここまで走ったこともあり、ちょっと500位を今回は狙おうかなというふうに思っています。で、ロディの性能に関しては、今のところ、まあ、どうなんだろうなっていうところではありますが、まあ、将来的にね、輝く可能性もあるかもしれませんし、そして SR の大丈夫博士像も手に入る。というところで、今回は500位を頑張ろうかなというふうに思います。で、1000位でも普通に PSR のロディが入るから美味しいと思いますし、あとは SR のロディもね、それなりに配布してくれるのと、2枚まで行くと PR のハゲゾーン入るので、まあ、このあたりを狙っていくことになるんじゃないのかなというふうに思います。あとは、ま、少し走れば、PR のロディも5枚で2枚入ると。まあ、10枚でも1枚入るので、この辺まで走っておくと、まあ、15枚でも入るのか。この辺まで走っておくと、一応開放素材として持っておけるので、まあ、その累計報酬のついでにね、走られるのがいいんじゃないのかなというふうに思います。で、まあ、せっかくなんで、ちょっと何試合かやりますか。この3枚を消費しようか。1試合ぐらいやりたいな。まあいいか、3枚消費で。もしかしたら終戦してるかもしれない。で、まあ特にこう、うまさとかは必要ないと思います。時間があって、こう、ザクザクと5枚消費をしていけば、おのずと順位はある程度上がっていくものかなというふうに思っています。なので今日というこの5枚消費で休みの日に走れる方、は、500位以内とか、1000位以内とか、まあ、1万以内とかであれば、そんなにこう、プレイヤースキルっていうのは、そこまで関係はしないのかな、というふうに思います。まあ、ポチポチ、何かのついでだったりとか、まあ、わかんないですけど、ドラマ見たり、アニメ見たり、まあ、もしくは寝転がりながら、まあ、これを走れば、それなりの順位にはつけるんじゃないのかな、というふうに思います。僕も、普通に打ち損じますし、空振り三振しますし、それでもこの順位には一応つけているので、まあ今たまたまファーム打てましたけど、まあ、普通にボンダすることもあるので、それでも一応上位の方には入れる感じにはなってますね。で、140位と。で、普段、まあこんなにこうスルスルと順位は上がらない印象はあるので、まあ、そんなに走ってる方は多くないのかなというふうにも思います。まあ、この動画を出したことでめちゃくちゃ走る方が増えるってこともないとは思うので、まあ、今回に関しては、本当に、なんでしょう。まあ、時間があって、まあ、ちょっとお散歩するかな、みたいな方がこの動画を見て、あ、ちょっとやろっていうぐらいになるぐらいで、その報酬のね、ロディの性能的にも、こう、今絶対取っておかなきゃいけないってことではないのかなぁなんて思ってます。僕はなんかノリで走ったついでなので500いこうかなっていう感じです。はい。そして、ここからが本題になるのかな。サクチャレが、これ多分明日からでしょうね。来るっていう発表がありました。で、舞台はフリート高校で特定の条件を満たした。イベントデッキで、総計限定ナンバーワンの野手を育成しようという話が舞い込んでまいりました。で、第2回が9月下旬開催となっていて、まあ、そろそろ時期だろうなというところなので、これはほぼ間違いなく、まあ、明日からイベントか、もしくは、
9月の、まあ、木曜とかかなぐらいに開始してもおかしくないなというふうに思ってます。で、まあ、ここで秘宝なんですけど、これですよね。サクチャレの総研検定ナンバーワンが始まるのに僕招き猫ないんですね。皆さんにフリート投資の可能性を見出していただけたらな、まあ、フリート投資も楽しいよっていうことが伝えられたなっていう動画を撮りたくて撮りたくて、招き猫を普通に80個買ったぐらいの回数をやったんですね、今回。で、まあ、ほぼほぼ、まあ、ため撮りできた分もあるんですけど、まあ、不発だった部分もたくさん出てしまって、招き猫本当に80個使ったんですね。で、今、手元にある招き猫が、たまたまパワフルパスポートが切れて、それが、昨日か一昨日ぐらいか、ゲットできた分が10個という感じになっています。なので、僕はこの作者で方法を参加できないかなというふうに思っています。いや、作者が結構こう、毎度ね、ありがたいことに、そこそこの順位に入らせていただいていて、まあ、そこそこ上位に入らせていただいていて、今回も楽しみにしてました。ただ、今回に関しては、普通に招き猫なしだと、普通に勝負にならないんで、なんか、まあ、もう最悪招き猫付きガチャとか、で、なんとか保管したいなっていうところか、うわぁ、厳しいなっていうのが正直な感想です。で、これ CP もかかってるイベントなんで、今回に関しては。もう、うわぁ、ちょっとやっちまったなみたいなところが非常にありますね。まあ、この10回でなんとかすればいいとかっていうのもあると思うんですけど、なかなかね、こう、まあ、10回全部完走をサクセスさせるわけではないので、厳しいなというのが正直なところです。なので、まあ、今回に関しては、ちょっと皆さんに、こう、お出しできるサクセス、まあ、その参考にしてくださいっていう感じのサクセスは少なくなるかもしれないなという印象があります。なので、まあ、僕から大した動画が出なかったとしても、まあ、そういう事情があったんだなと、まあ、そのね、フリート投資の可能性っていうところで頑張ってたんだなっていうのを頭の片隅に置いておいていただけたら嬉しいかなというふうに思います。で、フリートの、まあ、野手サクチャレなので、まあおそらくなんですけど、まあフリート高校のキャラを詰め込むとか、あとは特定の条件を満たしたイベントデッキという形になっているので、今回も、投手と、野手と彼女混合みたいな形を要求されるものかなというふうに思います。ちょっと飲み物飲みますね。なので、まあ、今回に関しても結構こう、フリート高校のキャラ、まあ、家事含め、まあ、詰め込みデッキに、まあ、二人誰かっていう感じの印象かなというふうに思います。まあ、第一インプレッションですけどね。まあ、そういうデッキを組んでいく印象になるのかなというふうに思います。なので、まあ、彼女二人の構成を入れるかどうかはさておきなんですが、これでしょ？で、筋力、大きな。と、SR の、走塁と肩。まあ、こんな感じのデッキに、あと二人ですよね。まあ、野手キャラなので、さすがに野手キャラは3詰めるんじゃないのかなとは思ってます。プラス、ま、彼女もう一人とかっていう構成なのかなという印象なので、まあ、経験点を取りに行くっていう意味合いでは、まあ、試合経験点があって、タッグ単体で強いキャラ、もしくはメンタルとかで何回もこう回していけるようなキャラが大事になってくるのかなというふうに思ってます。で、彼女キャラは入れるとすれば、まあ、テレモリとかが、まあ、候補にはなるのかなというふうに思います。やっぱり、その二股を、する前提の形になるんであれば、評価が下がらないってところと、まあ、ミクリアとかとも通じてますよね。まあ、どっちかとかが候補になってくるのかなというのと、残りの一枠の野手に関しては、まあ、先ほど述べさせていただいた通り、まあ、試合経験点があって、鍛錬性能が高いキャラが、まあ、候補になるのかな。なんで、ハクとかですよね。
が僕の中では候補になるのかなというのと、あとはメンタルキャラの再起、もしくは、野球マンとかね、まあ、この辺を使っていくことになるのかなというふうには思ってます。まあ、単純な査定勝負であればまたこう違うんでしょうけど、総経験点ってなんすよな、総合じゃないよね。そうですね、やっぱ総経験点ナンバーワンなので、まあそういう形になるのかなというところで、まあ僕としてはかなり、まあ不本意というか残念というか自業自得というか、まあちょっと残念な形にはなっているので、ちょっと先にね、皆さんにこのお話は、なんかバトスターの途中経過とともにお知らせできたらいいかなという感じで動画を撮ってみました。で、今日上げさせていただいたフリート高校の初心者じゃないか。フリート自前なしの、デッキですね。に関しても、いろんな好評いただいているようでありがとうございます。まあ、こういうね、サクセスを、まあ、皆さんにこう、好評いただけるようなサクセスを取りたくて、こう、招き猫を使うわけなんですけど、まあ、その煽りでイベント走れないってなってしまうと、本当に、僕としては、こう、動画配信も滞るし、この一プレイヤーとしてのね、こう、やりたいことも滞るし、なんかこう、まあ、なんかやりすぎって良くないんだなってすごい思いました。なので、こう、突き詰めてサクセスしすぎるタイプなので、好きだし、サクセス。まあ、もう、育成人数もね、4000人とか普通に超えてますし、なんかこう、突き詰めてしまうんですけど、まあ、それも僕のいいところなのかなと思いつつ、こう、皆さんに慰めてもらいつつね、動画の中でね。ああ、また、サクチャレの方は頑張ってやっていけたらいいかなと思います。ぜひぜひ、皆様のバトスターの途中経過、もしくはサクチャレにこういうことを期待してますよとか、あとは、新キャラのね、寺道くんも入ってくると思うので、その辺の期待感も教えていただければ嬉しく思います。ちなみに僕は明日、ウームのフットサルがあるので、そんなに動画は早く出ないかもしれません。そのあたりもご了承いただけたら嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメント、慰めコメント お待ちしております。またツイッターのアカウント名もコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。